健康食品の注文を受けたと、嘘を言つ、商品を送りつけ現金を騙し取るいわゆ、送りつけ商法の手口で、85歳の女などから現金を騙し取ったとして、詐欺。県の男ら11人が逮捕されました。警察、被害は全国で4億円以上に上るとみて、タイの解明を進めることにしています。逮捕されたのは、埼玉県草加市の無職。古和弘容疑者、51ら、合わせて11で、警察によりますと、去年12月から今年4月にかけて大阪守口市に住む8歳の女性などに注文を受けていた明菜。ができましたなどと嘘の電話をかって健康食品を送りつけ現金およそ8万を騙し取ったとして詐欺の疑いがも出ています。こうした手口は、送り、けあきな法と呼ば、警察は、今年7月、金子容疑者らが、転入していた埼玉県川市のマンション、部屋などを捜索し、佐賀。を進めていました。警察によります。缶食品は一泊およそ1000円で捕まつ、れ。1万9000円から3万9800円高で売りつけていたということです。調べに対し、金子容疑者は、認否はいい、くないと認否を留保しているという子です。金子容疑者らは、全国の高齢な1万人以上に健康食品を送りつけた。